どれぐらいだったのバルク。でもあれ半年ぐらい。じゃあ半年で10キロちょっと増えた。じゃあその飯をちょっとね、俺も1週間ぐらい真似して、はい、どれぐらい体変わっていくのかっていうのをちょっとまずオープニングで飯作りしてもらえる。はい、わかりました。いろいろ話していきたいんで。おーす。ってことでお願いします。お願いします。食材言われたんですけど、はい、これだけ。これだけこれだけですこれだけこれだけで20キロ増えたの。ドシンプルに出た。もうこれだけの肉と醤油。うん、もうこれしかいらないから、やっぱりこれでいいんだから。え、じゃあこれと米しか食ってなかったんだ。これと米。マジで。これと米のみ。鶏が、なんか1食何グラムって決まってるの。大体200グラムですね。あ、200グラム。え、バルクチは1日あたりに何食か食べるの。数えてないですけど、こういう食事は一応普通3回。あ、3回。で、他にその、はい、お腹すいた時というか、はい、食べれそうな時間があった時に、はい、なんか詰め込むみたいな感じです。カレーのルー入れて、はい、暇があったらもう食べるみたいな。ああ、もうその釜のまま。あ、そうです、そうです、ってやってました。あ、じゃあもう隙があったらもう腹に、で時間があったらもう食っちゃうみたいな感じなんだ。そうそうそう、カップ麺食ってましたね、めちゃくちゃ。カップ麺、うん、ペヤングの大盛り、うん、がめっちゃ好きで、あと UFO とか。それを1日何回ぐらい食うんですか。2個ぐらい食ってましたね。それを食べながらカレーも食べて、これも食べてみたいな。ちょっとマジ地味にうまそうなんだけど卵が半熟になって地味にうまそう、はい、完成ちょっと待って、うまい。結局卵と醤油と塩って一番美味しいから、ね、懐かしい。ちょっと待って、普通にうまな、懐かしいえ、懐かしいこの味。え、ちょっと待って、醤油ご飯懐かしい。そうなんですよ結局それなんですよ。うん、うん、美味しいものずっと食べると飽きるとか言うじゃないですか、うんうん、別にさほど美味しくもないから、うん、飽きるも何もないみたいなちょうどいい味があるんだから、ね、うん、だからでも底辺界のトップみたいな。そうそうそう、うまさだね。ちょうどいいんですよ、うん、この塩がまたいいな。そうそう、醤油だけじゃない、塩がいいんですよ。うん、塩ご飯、マジでうまい。